こんにちは。今日も始まりました。今日はヒルのメンバーとまた動画を撮ってるんですけど、まあ、恋愛とかの様子とかを何も発信したことがなかったので、今日はスキルのみんなと恋愛企画をやっていきたいと思います。究極の二択っていうのをやってみたいんですけど、まあ、やってたら分かると思うのでこれからやっていきます。ちょっと自己紹介リュウからお願いします。スキル東京スタイリストのリュウです。イエーイ。スキル東京の恋愛マスターのキングです。お願いします。スタイリストの鎌田なぎさです。イエーイ。皆さんこんにちは。恋愛相談はこちらの URL まで。アニメ相談です。お願いします。なんで？いきましょう。いきましょう。ではこんな説明してもあれなんで始めていきたいと思います。それでは行くぞ。では今回、まあ、2択なので A と B で今回出していくような感じでやっていきたいと思います。よくある質問系なんだけど、聞き上手か話し上手かっていうところで、 A が聞き上手、はいはい、で B が話し上手、はいはい、でお願いします。簡単な、まあ、そっちしかないよな。そうですよね。上級者はそっちですよね。上級者は、せーの、じゃん。うわ、聞き上手だよね。聞き上手だよね。なんで？だって聞き上手だったら話とか広げれるし、うん、じゃあどうしたのって広げてったらもうすごいありがたいから、うん、もう一方的に話されるよりかは聞いてくれて、より広げてくれて、二人で会話を楽しめた方がって思います。もう一緒の意見ですよね。いや、まあ言っちゃえばもう話したいことがいっぱいあるってことは、やっぱもう楽しい生活を送れてるっていう一つの要因だと思うんだよね。ちょっとあるんですか。そうですね。分かんなくもない。分かんなくもない。そういうことはなんで B なの。いや、逆に自分はもう一方的にずっと一生喋ってますよ。自分は喋れない。自分も喋っちゃうの。いや、縛りプレイみたいな。そんなんじゃなくて、ちょっと聞く側。ああ。受け身っすよね。自分の話でも何でもいいんですよ。もう適当でいいんで。スカイブ出たら M みたいな。違う違う違う。そういうことさ。そんなことないって。そういう経験ですか。違う違う違う。ずっと話してた。なるほどね。これマジ好み出るよね。なんかどっちも良さはあるけど。いや、もちろんっすね。そっちの方が。うん、僕も A なんで。天才的よな。自分逆に聞く側なんで、ずっと質問する側なんで、それもずっと一生喋ってる。一日相手に負担をかけるタイプってことね。めっちゃ面白いです。ちょっと時間とか楽しめないタイプだ。ああ、そういう感じか。自分の話ばっかってことですよね。自分の展開が男だから。そんなあるか。そんな男って思ってた。違うよ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 。まあ、所詮そのせいだよ。普通にお客さんと話すときも聞くだけなんだ。結構ね、いや、こっちが聞きじゃん。まあまあね、まあ、お客様はね、ちょっと違う。話があってくるよ。いろんな意見がありました。はい、これ1個目。2個目。では、2個目。はい、顔か性格。 A が顔で、B が性格。もう、それはもう嘘なしです。嘘なしです。それはそうっす。ほんと真剣にっすよね。いくよ、せーの。はい、入ってます。はい、入ってます。はい、やってない。それはガチか。びっくりした。これ2件はこれ正味。正味ね。 B 捨てようと思った。しょうがない。でも思うんだよね、どんなにかっこよくても、どんなに可愛くても、愛嬌がなかったりとか、性格がなあったら別に惹かれない。だから性格が、結論、最初のきっかけは顔でも、選ぶときは絶対性格かな。すごい仲間でしたけど、なんか絶対嘘だよ。はい、すっごい手紙なきって思ってる。本当に昔は顔をもう9とかだったよ。顔9、性格1みたいな。今はまあ5対5の中のちょっと飛び抜けてる。5対5の 5.2 ぐらい。で、君たちはなんで変えただけ話は上手なの。すごいな。まあ、僕はそんなこと思わないけど、やっぱその顔も大事かなと思うんで、目がある以上はちょっと顔からね、そう、もう入っちゃうんじゃないですかね。で、全人類の男いけます？いけますもん。そうそうそう。この人は好き、この人は、でも性格めっちゃ面白いけど、無理やってなってるじゃないですか。そういうことなんです。それだ。僕が仕方のものには分かりきってるけど、やっぱ顔これだから。じゃあ、いいっすか、究極の質問。うん。いいってことっすよね。そういうことっすよね。もちろん。
ては何かきっかけが違えばあったかもしれない。なんですぐ言えるの。何かあったら別にいけると思いますよ。おお、社内恋愛ってことか。違うよ、それは絶対にない。そろそろっすね。そろそろ春来ちゃうね、もう。じゃあ次。はい。じゃあ3個目。はい。これは究極です。会う頻度が毎日月1。あー、これちょっと2時間ぐらいもらっていいですか。はい、これ結構究極だと思います。まあ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 、究極だな。究極やな。いくよ。はい、せーの。うわっ、いやー、わかるな。あれ、えリサミ、意外と。じゃあその、あれでしょ、同棲とかしたら話は変わってくるけど、そうっす、デートとか、デートとかだったら僕好き。いやいや、ありがとうございます。なんでなんで。理由をちょっと一回お聞かせ願いたい。毎日会っても、話すことない。話すことない。ドキドキないもん。だってそう、そう、そんな。たまに慣れて、ないがしろになっちゃうんでしょ。違うよね。いや、そんなことはないですよ。安心とか、どっちかっていうと、ドキドキっていうよりかは、もう気持ちっていうのが悲しいっていうのもあるけど。そうですね。それならもう毎日会えた方がなんか心が安心するかも。僕選ぶ人はおもろい人とか一緒にいて楽しい人しか選ばないんで、一緒にいても苦じゃないから僕はもう毎日で。正解。でも向こうが苦かもしれない。あ、そうなんだ。そうそうそう、その方は。ああ、めっちゃ勝ったね。確かに。向こうまだ向かいなかった。はい、やっぱりその本当に月一とか、うん、たまに会えるからこそ仕事も頑張れるし、そう、全部頑張って、よし、会おうで、おめかししちゃって、見て、あー、なるほど。1日かけてますから、そっちは。なるほど。毎日毎日な、スッピンだって。パジャマで会うんでしょ。そうそう。でも、パジャマで会っても、その中でたまに化粧したら、可愛いが目に見えますか。どんなことないっすか。でもさ、結構分かれるからおもろいね。意見はね、それぞれですからね。確かに分かれますね。じゃあ次いきまーす。はい。追いたい？追われたい。 A、B、 追いたい？追われたい。はい、これ結構すごい曲やな。あ、確かに。でも、理想は多分どっちもとかなんだけど、どっちかといえばみたいな感じでお願いします。はい、そうですね。いきまーす、せーの。はい。追われたいでしょ。女性は B の意見を聞きましょう。まあ、追う追われるどっちもあればいいけど、ぐいぐい行きすぎるのもちょっとなんかうち的には来てくれて出来合いしてくれてた方が安心ができるなみたいなふうに思っちゃう。僕は、まあ、やっぱその自分から行くのが面倒くさいっていうのが一つとしてはゴミ箱くらい、ゴミ箱くらい痛い人、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 痛い人。めちゃめちゃ好きで、その全くアタックしないはないけど、はい、まあ、そう、来てくれた方が、まあ、安心もできるし、なんかその自分から行って、なんか自分だけあれなんかな、もうちょっと不安要素もある。まあ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 、あるあるの意見ですね。はい、ないですか。あ、そうか。ねえ、榎木さん、今30点の意見です。これはね、じゃあ聞かせてもらおう。じゃあ聞かせてもらおうか。もう今までの経験上、追う方が僕は身に合ってると思うんですよね、男は。めっちゃわかります。いや、自分から追った方が僕は好きな人に対しては結構ポジティブにずっと追うタイプなんで、僕は圧倒的に A。 うん、同じ感じ。僕は逆に追った方が、その1回デートをするときにご飯とか洋服とか髪とか全部大切にできるじゃないですか。追われたら好きって分かってるじゃないですか。ああ、それはあるかも。それはあるかも。なるほどね。一番一生懸命になれるから、いい。ああ、いや、素晴らしい。大名詞が。そうそう。そうっすよね。人 A は B で、人 A は A って。いや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 、そんな質問はやっていない。あ、そういうことじゃないけど。大事なの。そういうことですね。疲れたな。じゃあ、復縁はありかなしか。これは今でいいですか。あ、今でいい。今でいい。ありかなし。はいはいはい。せーの、なし。うわー、そうですよね。いや、マジでなし。なし、まあ、そもそも本当に好きだったら分からないんで、分かる時点でもう、すいません。そうっす、感じ。映画の2章が面白いかって言われたら面白くない。一番最初の面白いのは、ね、僕これ、福江1回したことある。え、実は、はい、実は、どうでした。実は、どうでした。まあ、1年ぐらい付き合ったことを別れて、もう一回より戻してみたいなったんですけど、まあ、1回無理だったらもう2回目も結局同じ理由で無理だった。いやいや、分からないってことですね。
そうそう、実際も人間って変わらんから。そうそうそう、やっぱ根本はね、みんなやっぱなかなかあるから、オリジンが。オリジンがあるから、なかなか難しいから、まあ、経験もあった上の B。あ、戦闘力ありますね。初めて1じゃない？ようやくこのレベルまで来た。間違いない。そうですね。ラスト、ラスト1個やっていきたいと思います。はい、ラスト究極です。はい、元カレ元カノ0人の人か20人の人か。なるほどね。おー、0人もう経験がない。それビジュアルはもう垢抜けている前提でいいです。もう全然そうだ、変わらない。20人います。ではいきます、せーの、はい。うわなんか聞いたんだよね。なぜ A なんだ。じゃあ A 教えて、うん、でもね、いや、そうもやっぱそんな純粋だね。じゃあ綺麗、綺麗20人には理由があるな。絶対そうだよ、ね、20人の中にわけあるの、わけある、20人と別れたのに。あ、でもちゃんと付き合った人数だから、遊んだ人数とかじゃない。すぐ、あ、ダメだってポイってしてて、もうツンツンってすぐ断捨離できる人だと思ってるから、もう逆にリードもしてくれるしね。断捨離って、元の人一緒にしてるぞ。でもここでしてるわけだし。A は言っちゃえばまだ全然何もこの世の中を知らない可能性がある。扉が開いてない可能性がある。まあまあまあ、それはそうそう、そこをもう自分だけに染めちゃおうの回もあるよね。で、こっちは知ってるから逆にリードしてくれるのがあるじゃないですか。違いますよ、僕は渚さんと一緒にしないでほしいのが、やっぱ20年ですけど付き合ってるってことは、いろんな男の価値観が入ってるわけですよ。経験とか、経験とか、ね、失敗が学びに変わってると。そう、なんかその A はもう全部自分してるから、おもんない。かわいい、すまん。あ、だから経験値は豊富ないんだ、何事も。じゃあそれまだ、焦りそうだ、焦りそうだ、それだけじゃないですけど、いろんな人の価値観があった方が、あ、こういう考え方するんや、おもろいがあった方が僕がいいんで、B で。渚さんみたいに人とも一緒に断捨離するタイプはちょっと違うんで。B の中でもまた違うんだ。違います、違います。それ聞いて私もそれだなって思いました。すごいな。すごい、すごい。すごいな。すごいな。B で、いろいろやってみて、人によって価値観違ってめっちゃ面白いなと思いました。みんなもどうでした？すごい楽しかった。すごい楽しかった。次、もっと究極用意してくれてもいいですか？結構イージーだったね。イージーだったね。またなら究極を準備して第2弾期待しててください。